日の丸を掲げまして冒険連隊も今日は祝日でお休みでございます。犬の兵隊さんたちそれぞれ外出を許されて親兄弟のところへ会いに行く。いや行ってまいります。あ、行ってまいります。はいはい、万平さん。休みん時の万平なんてのはつらいね。え、うちへ帰りたくたって帰れねえだろ。めえ気にねえから、あんまりおっかさんの乳飲みすぎておめえ腹悪くするな。そいつはすばしだね。ほら、おっかちゃんのおっぱい楽しみで帰るんだ。あ、いけねえ、連隊長と中隊長。でみんな外出いたしましたが、野良黒だけは親がおりませんし、帰るうちもありません。寂しいもんだね、こういう時はな。俺もおかげで伍長にはなるにはなったんだけども、喜んでもらう親はいねえしよ。一人でこうして。ああ、退屈しちゃうな。そうだ、金も少しあるし、久しぶりで焼き鳥でも食べに行こうかな。うん、そういよ。いい匂いだな、焼き鳥の匂いはいつかいでもな。金は確かにあるな。あるある。あ、おやじ、焼き鳥をくんな。いらっしゃいまし。どうも、お珍しいですね。え、こんところちょっとご無沙汰で。ところがね、野良黒さん、あんたの評判大したもんだんすよ。こないだもなんか山猿連隊のあの隊長ぶちのめしたってじゃありゃんか。もう夜と触るとその評判なんすよ、この辺じゃ。そうか、いや、大したことはねえんだけどね。あんまり山猿連隊の隊長の野郎め、無法なことを言うからね。うん。へえ。一つ、よかったら手柄話を聞かせてくれませんかね。そうか？山猿めよ。とにかく、重建術がその天狗なんだ。こないだもその出し抜けにな、俺たちの連隊行きがあっておめえ、試合を申し込めや。こっちだっておめえの、できねえとは言えねえだろ。選手は5人出たんだけども、5人ともこいつがおめえベタ投げだ。そこで今度は隊長が出たん、連隊長がよ。ところがおめえ向こうの方が強えんだな、やっぱり。連隊長なら大丈夫だと思ったらこれが一頃よ。おう、おう、待った待った。あいでね、おい、ちょいと待て。待った。何？軍人の試合に待ったらどうあるか。かなぎぬめ。というわけでおめえ、うちの隊長がやられてんの俺が黙って見ていられなかったんだな。俺はもう悔しくなったからな。そこで、やいこの野郎、このサルメ、俺が相手だ。さあやっとかい、ブラン。あ、待って待った、うちへ止まった。なに、軍人の試合に待ったことがあるか、おら。てかあの野郎、兵にぶっ刺さっちまいやがった。ははいい気味だったね、もう、胸がスーッとしちゃったやな。あや、話に夢中になってたらどうも食っちゃったね、これは。まあ、5人前耐えられちゃった。え？犬が5人前ってのはおかしいわ、そんな。どうもいい気持ちで少し今日はタコ上げすぎたな。腹が苦しくなっちゃったし、腹の皮が突っ張ると目の皮がたるむってのはこのこった。ちょいとここらで一寝入りしておくからまだ時間もあるしな。ちょうどベンチがあった。よしよし。大空ホテルでじゃあ一泊だ。お休みなさい。私もここでちょいと寝かしてもらいます。向こう行け。ちょいと寒いな。やっぱりこの紙くず籠の方がな。あったかくっていいや。どうも俺はこういうところで昔から寝てる癖がついてるから、やっぱりこっちの方がいいが。じゃあここで寝ようか。ちょうどその頃、山猿連隊から、スパイが、冒険連隊に忍び込んで、重要書類を盗んで、それを万平の頭へ叩きつけました。万平がひっくり返った隙に、
その重要書類をかっさらって逃げ出し、抜き足、差し足、忍び足、足音をあんまり立てるな。この辺まで来りゃもう大丈夫。え？うまくやっちゃったね、おい。敵の重要書類、まんまと手に入れたんだ。これさえやりゃ、猛犬連隊の秘密はすっかりわかる。な？そうさ、だからいざ戦争ってことになるよな。奴ら皆殺しだ。そう、じゃあ早く帰ってる隊長を喜ばしてやろうじゃん。え？そうだそうだ、それがいい。よし、じゃあ出かけよう。夢靴に野良黒がこれを聞いておりました。あれ？秘密書類を？盗んだようなこと今言ってやった。夢かな？夢じゃあるめえな。夢じゃねえとするとこりゃ大変だ。わあ大変だ。えい、待てよ、こら、あら、後足が言うこと聞かなくなっちゃった。おい、おい、抜けてくれよ、おい。ああ、駆け出しにくいな、こら。えい、待てよ、この野郎、待て。うわあ、抜けた、抜けた。えい、待てよ、この野郎。えい、山猿、待て。あ、いけ、あの強い野良黒が来たぞ。こらいけねえ、腹逃げろ逃げろ。ブルジョアの豚のご夫婦が自家用車を飛ばしてやっちょいと自動車を配車。あら、乱暴。はい、待て。待たねえぞ。ネズミの小僧がお使いの帰りで自転車に乗ってまいりました。わあ、ありがてえ、これもらったよ、この自転車。あ、待て、こら、自転車どっかいてやったな、こりゃくの野郎。お、ピストルを持ってや。猿のピストルなんか当てるか。そんなものが俺に命中するか。山猿連隊の方では2人のスパイがどういうことになってるか気球を上げて様子を見ておりました。自動車で逃げ帰ったようで、後から先だって手柄を立てたあの強い野良黒が追っかけてくる。あ、これは大変。すぐこの砂橋が2人を助けてやろうか。気球からはしごを下ろしました。いやい、待て、野郎、待て。おお、だんだん、そば行くぞ。早く、あの砂橋から下がるんだ。うわ、しめしめ。聞く、急に逃げちまったら、ここまで操ろうな。来られやしんだら、あやい、待てよ、この野郎。あんなとこ行っちまやったな。あ、花火工場だ。よし。花火工場というからには花火があるんだろう。あったあった。これであの奇襲なんぞ、どうだ、一頃だ。悔しいだろ、届かねえぞ。届かねえと、そこだな。こんなことは届くぞ。よーい、たまや、鍵屋だ、ざまみろから。へへ、両国のカービラギだ。うん、残念。よし。それじゃあ今度はこのデゲのやつで。これなら届く。あ、あんな大きいの持ってきやった。大きすぎて行きすぎじゃ。ははは、ざまみろ。残念。よし、こうだったら俺は飛んでってやるぞ。どうだ、空だって歩けんだ俺は。おお、切れた。おお、つなが切れた。おい、これは危ない。素早く重要書類を手にして野良黒はパラシュートで降りました。ええ、危ねえだ、ほら。いい気持ちだね。いい眺めだね。上から初めて俺は地球を見たよ。地球ってのは広いね。ああ、なんだ、水の中だ。うわ、冷て。おお、冷て、冷て。おお、冷て。あれ？書類は無事。書類は無事だけど、匂いが違うな。うまそうな匂いがしようんだから。重要処理じゃねえ。これは、あれやま。連隊長とね、俺らが買ったお土産の焼き鳥だよ、これ。なんだ、じゃあ今までのあれ夢か？夢だとすると時間は、あ、いけねえ。門限までもうあと5分じゃねえ。さあ、間に合わねえとええそうだ。それ急げ。ええ、そうだ。いや、急げ急げ急げ。大変大変。